このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のニアです。ボイスロイドのキズナあかりです。チキチキチャンネル。今回の動画のお題はこちら。みんな FGO から馬娘やってるという動画の伸びが良いらしいので、便乗してみたよ。便乗クソ動画投稿者だ。まあ、この動画はひねってみて、月姫、などのタイプムーン作品の展開からちょっと考察してみるよ。FGO はフェイトの一作ではある。FGO だけがタイプムーンではない。これは一貫したスタンスだからね。ね、タイプムーンファンから見て、FGO を抜いて、ウマ娘ブームがどう影響するのかという話。まず月姫だよね。2020年大晦日に、リメイクをようやくリリースするという発表を出した。正直、今の素直な状況を見ていると、最良に近い運が良い時期での月姫リメイク発表だったと思うよ。そう、ウマ娘が2月リリースだったからね。まあウマ娘がアプリ出して、あれだけソーシャルゲームの環境を塗り替えるレベルの展開になるということは予想できんかったが、どちらかといえば桜革命のリリースに、ぶつける形。というのは、今になったら考えすぎだろうか。ちょうどサービス終了もあったからぶっちゃけるけど、桜革命って、2020年12月15日の配信だったのね。あくまで外野での意見でしかないが、ディライトワークスとタイプムーン、アニプレックスの間で、何か断絶みたいな流れがあったのかもね。一応、メルブラ新作には、ディライトワークスも関わってるわね。あくまでディライトワークスは、販売だからね。逆に桜革命の存在は、ディライトワークスの見方として、一つのあり方を提示することになる。ディライトワークス目線。ディライトワークスも、FGO に見切りをつけてて、桜革命やったんじゃないの。半年打ち切りだったけど、桜革命を軸の一つにして、脱フェイト、アニプレしたかったんじゃないか。半年打ち切りだったけど。まあ、正直ディライトワークスさんの今後ばかり焦点に当たってる気がするので、今回はタイプムーン重点で見ていくよ。つまり月姫。月姫は、スマートフォンアプリでなく、コンシューマソフトというのが一つ重要なところよな。つまりどういうことかというと、ウマ娘によるソシャゲアプリのインフレに付き合わないようにしているということでもあるね。スマートフォンゲームとコンシューマーゲームは、別腹のイメージがあるわ。つまるところさ、タイプムーンって、別にソーシャルゲームに向いてるクリエイター集団じゃないんだよ。もともと、アニプレの人から、フェイトのソーシャルゲーム始めたいという企画だったはず。どうも調べていくと、FGO くんが制作発表を公開されたのが、2014年7月27日のフェイトイベント。ちなみに2014年3月10日が、グラブルさんのリリース開始日。グラブルと同期に動いたと考えると、だいぶ、昔の企画なのね、FGO。FGO くんって、歴史上の偉人ソシャゲとしてヒットした部分もあるんだろうけど、キノコとしては想定外だったんじゃないか。でも、キノコ世界として見ると、サーバントによる偉人ネタより、元ネタのないオリジナルキャラの方が、できればやっていきたい感じもある。フェイトで言うと、魔術師ね。キャスターのサーバントはいるけど、だいたい現代魔術師って、ザニも残らんようなオリキャラ。だからね、これが月姫だともっと明確。あれはフェイトと違う法則にして、サーバントは呼べないようにするということが決まってるから。だから月姫は、歴史の偉人ネタとかじゃなくて、純粋にナスキノコの世界観や、生き様、ロマンを楽しむ作品だ。使徒の設定が、人理に反している存在というのにも効いてくるのかしら？まあ、ここら辺はさ、向き不向きの問題もあると思う。FGO を歴史偉人サーバント収集芸にしちゃったけども、そうした過去の元ネタに対して、良くも悪くも責任持つのは大変でしょう。そのせいで、一時期、オリキャラの魔術師バッシングとかあったものね。なんかここら辺、求めてるものの違いかな。ウマ娘やアズールレーンで、史実リスペクトしてたり、悲劇を乗り越える展開とか、普通に好きだよ。サイレンス鈴鹿やライスシャワーが悲劇を克服したり、五光線とエンタープライズが共闘したり。
ただ FGO に求めてるのはフェイトなんだよ。ナスキノコその他ライター陣が、ナスキノコ中に世界観に合わせて、繰り出す展開なんだよ。ウプ主が見たいのは、オルトさんや本気フォー君が2強で、人理のサーバントたちでは勝てないというロマンそのものなんだよ。ウマ娘から原作の競走馬に興味持つように、FGO から月姫やフェイトに興味持ってほしいのよ。まあ、良くも悪くも FGO の偉人ソシャゲは、手に余るものだったわよね。まあ良くも悪くも、最初からアーサー王をメス落ちさせるようなゲームだったしな。毎日エミヤご飯さん。ここで流れるように、毎日エミヤご飯について触れていこう。ビビ、86、シャドウハウスなどのアニプレアニメを放映で見てると、CM でたまに流れてくるエミヤご飯ゲー。このエミヤご飯ゲーって、任天堂スイッチ専売ゲーなのよな。アニプレはソニー系列なのに、任天堂ゲームハードで出すのが大きいわよね。あれ？サン DS のプリズマゴリアは？ゴリアは角川ゲームズや。あ、察し。ウマ娘は、スマホアプリ、パソコンゲームとしてかなり環境を塗り替えました。じゃあ、ウマ娘に対抗するには、どこで、戦うことが良いのか。そうですね。任天堂スイッチで戦うことですね。月姫とメルブラは、スイッチでもマルチするのよね。プレステ4でも出すのは、切り立てとして必須だろうね。でも月姫はビジュアルノベルだから、持ち運び可能なスイッチとの相性も良さそう。PSP の頃からだけど、携帯ゲームハードは、アドベンチャービジュアルノベルと相性いいのよね。文庫本感覚で読んでいける。まあ、ソニー系列が、任天堂ハードでゲーム出すっていうのも、なかなかややこしい状況になってそうで、鬼滅の刃の格闘ゲームは、スイッチマルチじゃないんだよね。まああの作品は多分2作目3作目とか出していくんだろうけど、最終決戦編まで行かないと、上限、柱全員、カナオちゃんのバトルシーンないしね。そう考えていくと、月姫シリーズやエミヤご飯が、アニプレとスイッチの橋渡しになるのかなーって感じはするね。プレステ5もっと増産してくだち。とりあえず予想としては、アニプレ、タイプムーンは、コンシューマを切り開いていくような気がするよ。あんまりモンハンライズとウマ娘って、そこまで食い合ってないようにも見えるので、やっぱスマホゲーとコンシューマゲーは別腹だと思う。だから機種は問わないから、みんなも毎日エミヤご飯と月姫買おうね。あとへ、FGO くんの今後について一言。もう助からないぞ。